はい、ですね、つい先日、屋外でですね、ドビーをこのゲームコントローラーで、飛ばすっていうことを挙げて、ちょっとミニスティックの操作がですね、今こうやって見るんですけど、こうすぐですね、ちょっと戻すと真ん中に中立位置に戻っちゃいますっていうことで、うまくいかないっていうことを挙げさせていただいたんですけど、その動画挙げさせていただいたらすぐコメントをいただけまして、で、こちらのですね、設定で1箇所ですね、パンカメラっていうのがあって、それがオフになってないんじゃないかっていうコメントいただきました。ちょっとですね、設定画面出してみます。ゲームキーボードプラスの画面なんですけど、で、ここに今ちょっと、リサイズしちゃったんですけど、この状態ですね、これだと中立してるんですけど、実際には、うまくいかないということで、これちょっと今違いますね。ここにですね、いろんな設定、ライトスティック、右スティックの設定があるんですけど、一番下にパンカメラっていうのがありまして、これが今ですね、アンバウンディルになってます。で、これも確かにちょっとこれかもと思って、この下の2つを選び直したりしてたんですけど、うまくいかなくて、そしたらオフっていうのがありますっていうことで、えっと思ってちょっと見てみたら、この上側にオフがあって、スティックって書いてあるんですね。これに気づいてなかったということで、これをオフにしたらいいですよっていうことで、コメントいただきました。で、この画面では特に変わりはないんですけど、では実際にスティック操作になると、右もこれでやるとですね、ちゃんと中立位置で、ちょっと戻しても、こうちゃんといきなり中立位置には戻らなくて、中間位置でちゃんと止まってます。で、設定画面のサイズのところまでしかちゃんと行かないようになってて、これで、この設定の円の範囲で動くようになってます。まあ、最初の動画でですね、これ全体にしないのは、まあ、最大でですね、移動させるとギクシャクするっていうのがあって、まあ、中間ぐらいのパワーで移動させたりしたいということで、こういうふうにしているんですけど、これがうまくいくようになりました。はい、本当にコメントありがとうございます。全然ちょっと自分の設定ミスだったということで、ルーファンにも問題はないし、まあ、もちろん問題ないというか、エミュレートとは関係ないので、エミュレーターにも問題はなかったし、こちらのゲームコントローラーにも問題はなかったということですね。私の設定ミスだったということで、ちょっと前の動画も上げてみていただいている方もおられるので、至急でちょっとこの動画上げました。